潜水艦搭載偵察機とは、潜水艦の策的能力を向上させるべく、潜水艦に搭載された偵察用航空機である。主に水蒸気が用いられ、偵察以外の活動にも従事することがあった。潜水艦は誕生当時、単艦、または少数の編成での通称破壊作戦等に運用されたが、単艦での策的にはそもそも限界がある上、 小型で背の低い潜水艦の視界は狭く、作的能力は水上艦に比べて低かった。そこで作的能力を強化する手段として航空機を搭載することが研究された。最初にイギリス海軍が実験し、後にアメリカ海軍やイタリア海軍も続き、フランス海軍は実用搭載可能な潜水艦を建造した。しかし、 一般に小型な潜水艦への有力な水蒸気、搭載は難しく、最終的に各国とも搭載は取りやめた。例外的に日本海軍は潜水艦搭載偵察機を多用し、搭載可能な潜水艦を量産した。その背景には日本海軍が前言作戦の一環として潜水艦による敵艦隊攻撃を想定しており、 潜水艦の索敵力強化を重視していたという事情があった。なお、そのため、潜水艦艦隊機関として多数の偵察機を搭載した水上艦も計画している。日本海軍の潜水艦搭載偵察機は、太平洋戦争初期には、幼稚偵察任務に活躍し、爆撃任務にも使用された。もっとも、洋上偵察任務にはほとんど使用できず、また、 その小型機ゆえの劣性能は明らかで次第に使用されなくなった。なお、偵察用を超えて当初から攻撃任務を想定した E400 型潜水艦とセイランまで建造したが実戦で空襲を行うことはなかった。ドイツ海軍は水蒸気を研究した他に回転翼機の搭載を研究して一部を実用化した。現代の巡航ミサイルの中には発射母艦に 目標データを転送する機能を持つものもあり、中には、ノースロップグラマンシーフェレットのように式偵察機能を前面に打ち出したものもある。これらは現代版の潜水艦搭載偵察機、またはその後継者と言える。詳細は、91式水上偵察機を参照イギリス海軍が採用したパーナルペト推定を、海軍航空技術省が国産化した機体で、短座、服用のソフローと 本気は格納庫に分解して、搭載、期間後は収容となっているが、実際はそのまま放棄されることになったという。カタパルトの実験に使用されるなど、その後の機体や潜水艦の開発に貴重なデータを残している。速力、時速 233km 詳細は、96、四季小型水蒸気を参照渡辺鉄工所、潜水艦搭載用の小型水上偵察機、 先の91式が、他機種からの転用に対し、本機は、最初から、試作、完成した機体である。複座、複用の総フロート機。速力、時速 233km 航続距離、732km 主要並走、7.7mm、機重一乗員、数、二名生産数、3 3機例。 式小型水上偵察機詳細は、例式小型水上偵察機を参照1937年に海軍航空技術省に対して施策を指令1940年に正式採用。同年に採用された愛知航空機の例式、水上偵察機と区別するため、特に小型と呼称する。同期は潜水艦用推定として初の単用機でもある。 1942年9月にはアメリカ本土空襲を実行した。以後、現在に至るまでアメリカ本土を攻撃することに成功した、史上唯一の外国軍用機となっている。最高速度、時速2 4 6トル航続距離、8 8 2トル武装、7.7ミリ機銃1、7 2キロ焼夷爆弾、に乗員、数、 2名総生産機数、126機ベンソンメガバイト411926年に2期が製作された複雑総フロートの低翼単翼機、203mm 砲を持つ大型潜水艦スルクフ、搭載機として特に設計された。極めて角張った設計が特徴の機体である。スルクフの建造が遅れたこともあり、巡洋艦の搭載機として使われた。最高速度、 時速 160km 航続距離 300km 武装爆弾 225kg まで乗員数2名1937年スルク不搭採用にメガバイト35から発展させた機体で単船となっている1機のメガバイト410と若干改良を加えた2機のメガバイト411が製作された1940年のフランス降伏後 イギリスに脱出したスルクフと共に一機のメガバイト411は自由フランス軍に加わった。最高速度、時速185キロメートル航続距離、345キロメートル武装、乗員数2名第一次世界大戦末期に作られた複用プッシャー式の飛行艇。潜水艦等採用に特に設計された航空機としてはおそらく世界初である。 三機が製造されたが実戦で使用する前に終戦となった。第一次世界大戦末期に一機だけ作られた全金属製総船服用の試作機。カスパーハインケル U-1 とも総フロート服用。1922年から1923年にベルサイユ大聖下のドイツで特別に製造され、アメリカと日本に取得された。日本ではこの機体をもとに、 横小1号水上偵察機を製作した。最高速度、時速 150km 航続距離 250km 乗員数。1名詳細は AR-231 を参照1941年初飛行。串型形大型、U ボート用に特に設計されたパラソル翼装船の水上偵察機。各国で設計。 製造された他の小型水上偵察機と同様に、水上運動性、利水性の不足が目立った上、肝心のクシー型潜水艦の建造が中止されたため6機が試作されたのみに終わった。うち2機はシュティーの搭載機となった。最高速度、時速 170km 航続距離、500km 乗員数。 一名ホッケアハゲリスファ330詳細は、ファ330を参照ホッケアハゲリス社開発。極めて得意なローターカイトである。水上主会が限られている。潜水艦の捜索範囲を拡大するために、イクスト、新潟長距離潜水艦に栄光されて、使用された。上員数、一名ともに1928年。総フロート対応で、末期機は、低翼、ピアジョの機体は、 パラソル翼である。エット・オレフィエラモスカ搭載用に作られたが実際に搭載されることはなく、潜水艦の格納庫も竣工後に取り除かれてしまった。1935年、飛行艇。1機だけが製作された。潜水艦 M2925 年に初飛行。6機、航空機搭載用に改造された M 級潜水艦の1艦。 M2 に搭載されるために製造された。潜水艦からカタパルト発進する水蒸気は、これが初である。しかし、M2 の自己喪失により、以後英国海軍は潜水艦への航空機搭載を諦めてしまった。潜水艦 S-1 の上の MS-11922 年初、飛行。要目は、マーチン MS とほぼ同じだが、やや機体が大きくなっている。 XS-1 として6機が製作され、そのうちの1機がエンジンを換装され、XS-2 になった。MS と共に特に改造された S-1 を母艦として試験されたが実験の域を出るものではなかった。1923年に初飛行したマーチンモデル63で6機が製作された。ソーフロート。マーチン製の機体の中で最も小さな航空機でもある。 最高速度97マイルパワー航続距離200マイルズ武装乗員数1名1931年に初飛行した両用飛行艇 XS、MS の実験が終わった後も S-1 の航空機運用能力は保持されていたがその間採用機は他になかった1機が XSL-1 として試作され後 エンジン乾燥により XSL-2 となった。1932年の試験終了をもってアメリカにおける潜水艦への航空機搭載は終わった。ありがとうございます。